ここからは、NQN の尾崎さんと一緒に、今日の相場で注目した銘柄や、明日の相場のヒントを探っていきます。尾崎さん、また大引けにかけて日経平均トピックス強ぶくんできて、史上最高値を、えー、上回っての推移となっています。 小崎さんここ何日か5番に、ね、強含くむ展開となっていて市場からはどんな声が聞かかれてますすそうですね、まあ、市場からはまずアメリカのハイテク株高で投資家心理が強気に傾く中で、うん、海外投資家による日本株買いが強まっているといった声が聞かれています。 えー、今日トピックスが1989年12月18日につけた最高値上回り日経平均もこ年し3月につけた最高値上回るといった相場展開になっていますまたフランスの下院選挙をめぐる懸念が後退したことで売り持ちの解消を巻き込んで上昇が加速した面もあるとも言われています。はい フランスの下院選挙の結果が日本に直ちに直接的な影響を与えるということではなかったとは思うんですが日本株の買い手の一角であるヨーロッパの投資家がフランスの政治情勢をめぐってヘッジ目的で株式の売りに回っていたとされていた中でその逆回転が短期的に効いていると言われていました。 JP モルガン証券の高田クオンツストラテジストは上昇の根底にあるのはクレジット市場の安定やボラティリティ相場変動率の低下をもとに投資家が少しでも高い利回りを求めるサーチ・フォー・イールドの強まりと指摘していました。 国債など安全資産に比べて少し,で少しでも超過リターンが得られる金融商品に投資する動きで日本の大型バリュー割安株は切り回りが高く世界的にサーチフォーイールドの動きが強まりつつあった局面で格好の投資対象になったと見ています。 また、フランスの政治情勢の過度な懸念交代を巻き込んだ買いが、日本株を夜明け目線で見ていた他の投資家の一,一段の買い戻しも誘発したということで、今週からの一段高につながったようです。はい、ただ、高田氏は、順張り勢のトピックスの先物ロングが、すでに2018年2月のビッグスショック前夜並みの水準に迫っていることから、トピックスの上値の限界は近いとも見ていました。 今日トピックスの清度の上位ではトヨタ自動車や三菱 UFJ 三井住友フィナンシャルグループや水穂フィナンシャルグループや商社といった割安株が名を連ねていました今月開かれる日銀会合での追加利上げ観測もくすぶっているんですが s m b c 日興証券では日本の長期金利は 東面の強い抵抗体になると見られる1.12から1.27%の節に接近していることで金利上昇の一服とともに銀行株も頭打ちとなって短期的には調整局面入りする可能性が高まるとも見ていました特にトピックスについては、えー、最高値圏維持できるかについて慎重な声も市場では目立っていました。はい、今日は、ね、台に接近すするようなな、えー、動きとなっていますけれども、まあ 先ほどお話ありました アメリカのハイテク株高の流れが日本株の、ね、追い風にもなっている側面大きいようですただ今晩ニューヨーク市場休場ですがナスダック本当ね連日で最高値更新する動き見せてますよねそうですね三日連続で最高値更新となっています、うん、昨日は主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数ソックスも1.9%、はい、高となっていました、うん 今日日経平均の押し上げ役としては一番上ソフトバンクグループが入っていました株式分割考慮後の上場来高値約24年ぶりに更新というような動きとなってますね、はい、でアドバンテストも、えー、買われています、はい、昨日発表されたアメリカの経済指標景気減速を示す内容が目立っていて金利低下とともにハイテク株買いを促したと言われています アメリカのサプライマネジメント協会 ISM の6月の非製造業・サービス業の景況感指数は48.8と、5月の53.8から低下して、市場予想の52.8も下回っていました。2ヶ月ぶりに交付協の境目である50も割り込んでいました。 また、6月の ADP の全米雇用リポートは、非農業部門の雇用者数が前月比で15万人増と市場予想の16万人増を下回っていました。週間の新規失業保険申請件数は市場予想以上となっていました。 アメリカ金利先物の値動きから政策金利を予想するフェドウォッチでは FRB が9月に利下げに転じるという見方が7割近くなっていてハイテク株の支えになっているようです台湾では今日半導体の自宅生産の TSMC が初めて1000台湾ドル台に乗せたという動きがありました。ただ先月月は5月の ADP の全米用雇用リポートで雇用者数の伸びが市場予想を下回るなどアメリカの経済指標労働市場の減速を示した一方で5月の雇用統計の方は市場予想を上回る雇用者数と賃金の伸びを示して早期の利下げ転換観測が後退したという経緯がありましたアメリカの長期金利も先月は雇用統計の発表後上昇する場面もありました。 アメリカの景気さすがにそろそろ次第に減速に向かうと見られているんですが今週末に控える6月の雇用統計想定以上に労働市場の底堅さを示す内容となれば金利に再び上昇圧力がかかってハイテク株の利益確定売りを促して相場調整につながるといった可能性はあるのかなと思います。 アメリカ今日独立記念日の祝日で休場となることもありまして足元強い相場で続いてはいるんですが、うん、明日あたりはちょっと様子見ムード強まりやすくなることは考えられやすいかなと思いますね,、うんはいまあ、ね足元金利低下で半導体株のほかそして東京市場物色面では電子部品への買いが集まっています。市場でではエッジ、AI、関連に注目といいうう向きも強いようですね そうなんですよね、うん、このワードを最近ちょっとよく聞くようになりまして、はい、パソコンやスマートフォンなどのハードに AI 機能を搭載する技術のことを指しています生成 AI は通常大規模なデータセンターのサーバーを使って動作するんですが、うん、処理に時間や電力がかかる上通信が安定しないと使えません端末側で AI を動かせる技術に磨きがかかればこの問題が解消するとして HAI に期待する向きが 増えています。でこの HAI HA の市場拡大の恩恵を受けると見られているのが村田製作所や TDK といった電子部品関連ということで、はい、高性能な積層セラミックコンデンサー MLCC と呼ばれるものの搭載量が増えて需要を支えるという見方が広がっています。はい AI 開発の恩恵を受ける銘柄としてこれまではアドバンテストなど半導体関連が主役だったと思うんですが、はい、ややちょっと職償気味ということもありまして、うん、新たな AI 関連の切り口として電子部品関連にも物色が広がっているようです村田製作所などについてはアナリストによる目標株価の引き上げも今週伝わっていました。 EV 市場が減速する中 EV 向けの MLCC は価格下落圧力が働いていてました民生分野における需要減少や顧客の在庫調整もあって村田製作所は MLCC の価格動向については昨年から慎重な説明を繰り返し,た繰り返していたそうです。 ただ受注に回復が出ていること、AI パソコン、AI スマホ向けの搭載数量の増加が見込めることで、決算で会社側から価格動向の説明について変化があるか注目とアナリストは見ています。村田製作所はスマホに使われる MLCC で、世界首位で全体の売上の4割をスマホなど通信向けの部分が 占めていててていい MLCC の需要増加は業績にも貢献してきそうと言われています、まあ、足元の相場上昇先物主導の側面も強いんですが、はい、今月下旬から本格化する4から6月期の決算発表に向けた物色がまた活発化するかという点も注目してみ、はい、見ていきたいですね。 あとは株主総会のねシーズンも終盤ですが、株主提案が出された企業の株価が良好のようですね。そうなんです。野村証券からレポートが出ていまして、はい、紹介したいと思うんですが、今月、えー、先週六月から六月二十五日から二十七日にかけて三、うん、月期決算企業の約七割の株主総会が開催されました。総会で株主提案が出された九十一社の PBR の中央値は零点八倍となっていて。 一倍を切っているそうです。零点五から零点八倍の間に位置する企業が、三十七点四パーセントを占めています。で、二十三年六月、昨年に株主提案が出された企業でも、同じ傾向があった。そうなんですね。一方で、株主提案が出された企業群のトピックスの相対リターンを見ると、二十二年、二十三年ともに、約一年後には、五点八パーセント、八点七パーセントのリターンが出ている。そうなんです。 24年6月今年に株主提案が出された企業についてもコーポレートガバナンス改革への期待が高まっている現在の状況を見ると昨年までと同様に高リターンを獲得できる可能性が高いと野村証券では見ています。 全体的な傾向としては、余剰金の配当などの決定期間に関する変更や役員報酬の個別開示、株主還元の水準が不十分な企業に対する余剰金の処分に対する株主提案は例年通り高い賛成比率を記録しています。また、東証が要請している資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を求める議案や TPP。うん低 CPBR 対策や企業価値の向上を求める文脈で経営改革の開示や取締役の選任を求める慰安が高い賛成比率を記録しているケースも見られたということなんです。 総会の結果を受けて企業がどのようにアクションを取るかというのはま企業側に委ねられているということではあるんですが、はい、市場では企業価値向上に向けた期待を織り込むケースが多くなっているということで今年の総会話題になった銘柄たくさんあったと思います、うん、まあ、そうした動きも注目して今後見ていきたいですね、はい、時刻は3時を回ったところです東京市場今日の取引が終了しています日経平均株価は 今年の3月以来、そしてトピックスにつきましては89年12月以来となる史上最高値を更新して今日の取引を終えています。では終値を確認していきます。はい、今日の終値をお伝えします。まずは日経平均株価の今日の終値から見ていきます。日経平均株価今日は5日続伸となりました。終値は332円89銭高い。

26, 連日で指数再出後の高値、更新となりましたはい尾崎さん、5日続伸ということで、今日もも、ね、こんな強い動き見せるとは思わなかったんですけれども、日経平均は再び史上最高値。トピックスにおいては そうですね34年7ヶ月ぶりに史上最高値更新ということで、まあ、海外勢の買いも続いてるんですかね。そうですねトピックスについてはついに高値更新ということになりました、うん、まあ幅広い銘柄に海外投資家などの買いが強まっているということを示しているといえそうです。うん 日経平均今日失速することなく大引けにかけて強含みました今日アメリカ市場球場ですでに休み入りしている海外勢も多いと思われていたのに、はい、ここまで上がるとはかなり想定外だったというふうにも受け止められています日経平均の予想外の急上昇を受けて株価指数先物やコールオプションの売り方の買い戻しに拍車がかかっているといった見方もありました 日経平均一方的な上昇を続けています7月の恒例の受給イベントとしては ETF の分配金年出の売りが上げられていましたそれにもかかわらず上値追いとなっているんですが昨年は七月三日がこの年の高値となってい,たなっていました今年は足元の海外勢の買いが牽引して こうした需給の壁を乗り越えてさらなる上値追いとなっていけるか、えー、来週にかけてまた重要なポイントに差し掛かっていると言えそうですねそれにしても日経平均の一番の倹約がソフトバンクグループで結局 IT バブル以来となる史上最高値こちらも、ね、取っていて。 高値引け強い動きになりましたねそうですね本当象徴的な銘柄と言えそうです、うん、まあソフトバンクについては半導体設計のアームなど、まあ、世界的なハイテク株の上昇による追い風が吹いていてまあ収益拡大期待が意識されているといったところが大きいようですね このほか、えー、バリュー株優位で、えー、今日はトピックスの上げ朝から目立ちました、えー、東証プライムの値上がり、えー、全体の6割ほどそしてプライムの売買代金は4兆1000億円台となっています